それでは17号さん、願いをどうぞ。どうしたんだ。何でも言っていいのね。何でもできるのね。叶うのね。どうするの。消えてしまった全ての宇宙を元に戻してやってくれ。なんと、それでいいの。いいの。自然保護官は忙しいんだ。さっさとしてくれ。レクテツヤテシども二とも宇宙のてです。たつましていき。守ってくれたんですね、師匠。キャメお前もスーパーサイヤ人3になるのくっつき合えよ。今からですか。礼は言わねえからな、兄弟。最後にまた会いたいと言った。だが過去に囚われて生きてきただけの俺には誰かとつながりを持つことなどできない。ジレン、お前はそんな臆病な奴だったのか。最後の戦いでお前は俺たちの期待に応えようとしただろう。お前が再び立ち上がったあの時、俺たちとお前との間に初めてつながりができたんじゃないのか。トッポ、次に奴らに会うときはもう負けたりはしない。ああ、次は勝つ。また会おう、孫悟空。